はい、どうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは。覇王龍大です。さあ本日なんですが、診断で追加されたエレメンタルヒーロー、シャイニングネオスウィングマン、このモンスターを使っていこうと思っております。このモンスターね、召喚ムービーあるんですよ。めちゃくちゃかっこいいんで、よかったら見てほしいんですけども、このモンスターどういう効果持ってるかっていうと、エレメンタルヒーローネオスプラスウィングマン融合モンスターというね、非常にロマンス性の高い、融合召喚条件で出せまして、このカードが特殊召喚に成功した場合に、フィールドのモンスターの属性の種類の数まで相手のフィールドのカードを選んで破壊するっていうめっちゃ強い効果があるんですよ。これ選んで破壊、さらにこれフィールドのモンスターの属性なんで、これ相手のモンスターも含めます。はい、だからまあ2枚、最低2枚ぐらいは破壊できますね。で、このカードは攻撃力が自分の墓地のモンスターの数かける300アップするということで、まあこれ、ステグダイアーツとかも含めますんで、まあ増殖する字とか裏とかそういうのも含めまして、もともとの打点が3100あるんで、もうありえない打点になるということですね。で、このカードが戦闘でモンスターを破壊した場合、そのモンスターのもともとの攻撃力分のダメージを相手に与えるという効果。バーンダメージですね。これ、フリームウィングマン系のモンスターの。要するに、こいつの打点を8000にして殴れば勝てるということなんですよ。バーンダメージあるんで。でね、こいつの打点8000に結構なります。これなんでかっていうと、まあそもそもこの自分の2の効果で打点がアップして、効果で破壊されないっていう効果も結構強いんですけどね。これ、伊達がそもそも2の効果でアップしながら、このオネスティネオスっていう最強モンスターぶん投げると2500アップできますんで、伊達が。まあ、8000なんてのは余裕です。はい。めちゃくちゃ簡単。伊達上げるのは。でね、このモンスター出していくにあたって、まあ、ネオスとね、ウィングマン融合モンスターを用意しないといけないんですよ。で、しかも、見てもらったら分かる通り、高校用の効果してるんですよ、基本的に。なんで、今回は一応ね、高校取っていく用の構築には一応していて、まあ基本的にはですよ、ヒーローの展開で何が一番強いかっていうと、やっぱエアーマンなんですよね。で、エアーマンから何を持ってくれば強いかっていうと、結局ファリスなんですよ。エアーファリスの動きをしないと、どうしたって展開が伸びないです、ヒーローは。まあ、エレメンタルヒーローを軸でやると分かるんだけどね、だからやっぱりちょっと展開足りないんだよね。で、ファリスから、インクリースして、で、インクリースからバイオンっていう動きを、まあ、入れないと、まあ、エドフェニックスの力借りないと、ちょっとやっぱり、なかなか厳しいので、まあ、ここは入れました。10代軸とはいえね。で、デッキ枚数が60枚になってるんですよね。これなんでかっていうと、やりたいことを全部詰め込んだ結果、60枚になっちゃったからです。でも、ヒーローのすごいところは、これで回るんですよ。これでデッキが回ること、これがすごいです。なんでかっていうと、まあ、サーチがいっぱいあるんですね。エアーマンにアクセスできる。この、エマージェンシーコールとか、エアーマンとか、ヒーローアライブ、こういうカードがあって、さらにエアーマンする気もあるし、あと、バイオンもそうですね。バイオンも、一応、ま、シャドウミスト経由して、ファリスとか持ってこれますから、まあ、バイオンも初動ですね。だから、初動カードが結構たくさんあるんですよ。だから60とかにしても全然初動枚数は確保できてるっていうのがすごいところですね、ヒーローの。ほんで、ウィングマン融合モンスターをサポートするカードがいっぱい来てまして、まずですね、インスタントコンタクト。これ1000ライフ払うとレベル7以下のエレメンタルヒーローか、ネオスペーシアンを一体召喚条件むしって出せますという効果あるんで、これで、フレームウィングマンとかを出してこれるっていうことですね。それからネオスがねフィールドか墓地にいると、なんか特殊召喚したモンスターが攻撃、できるし効果も有効化されて、いるんで、例えばサンライザーを出すっていう動きもできます、これでね。で、あと、EN ウェーブね、これはエレメンタルヒーローが融合サインになって墓地を加えるか、また除外されるとエレメンタルヒーローネオスを特殊ができる、またはネオスペーシャンを出せるということで、クソモグラ爆弾っていう動きもできますしあとネオスも出せるという感じですね。はい、だからこれイコールネオスです。で、一応ね、これちょっとね制約が重くて、これピン刺しなんだけど、これ結構生えてることやばいです、普通に。これちょっとね発動することほとんどなかったから、これ抜いてもいいかもしれないけどね、強いです、生えてることは。これ自分も融合モンスターしか出せなくなっちゃうから、エクストラデッキから。これ結構ヒーロー何が強いかっていうとね、ワンダードライバー、クロスガイが強いんですよ、大体ヒーローって。だからちょっとこれが出せなくなるのがちょっと痛いなと思って、まあピンです。はい、ただ書いてること読んでもらったら結構強いんで、スピリットオブネオス出してなんかやばい動きできるんで、まあ、悪くはないかなって感じですね。はい、で、ネオスといえばなんですけども、ネオスフュージョンが入っていて、これで、高校からまあ今回はネオスクルーガーを出していくとあ、ちなみにレインボーネオスを一応レインボーレッドドラゴン入れれば出せるんで、まあ、それ入れてもらっても全然いいですね、普通に。まあ僕はちょっと新規モンスターでクルーガー使ったんで、クルーガーの方にしましたけど、レインボーレッドドラゴンでレインボーネオス入れるっていうことも全然できます。はい、枠も余ってますよ、なんか意外と。はい、どっか抜けば。で、サポートはそんぐらいかな、ネオスので。いつもの通りの動きする中で、何がこのデッキ一番キーカードかっていうとね、実はね、このカードなんですよ。
このエクストラヒーローヘルデバイサー、これが結構強い。実は誰も使ってないかもしれないけどこれリンク召喚に成功した場合にエクストラデッキのヒーロー融合モンスター1体相手に見せて、そのモンスターにカード名が記されている融合素材を2体デッキから加えるっていう効果あるんですね。だから素材を持ってくれる、リンク召喚に成功すれば。だからこれでね、例えばフレームウィングマン見せれば、フェザーマンとバーストレディをね両方と持ってくるっていうこともできるし、あと、例えばクルーガー見せれば、ネオスとユベルを持ってくるっていうこともできるし、これ結構ね有能なんですよ。でしかもあのファリスエアしてると、まあ、展開中にヒーローめっちゃ横並ぶんでリンク召喚もできるんですね。だから、クロスした後にヘルデバイサーして、でサーチしてからワンダードライバーとできるんですよ。だから全リンクモンスターを一旦に出すっていうのは結構簡単で、これが強いとこっすね、このデッキの。はい、早速ね、この最強重大軸ネオスヒーローデッキ回していきましょう。デュエルスタンバイ。ウェイクアップ欲しかったよね。ウェイクアップ来てないのなんでなんだろうね。ハッチの方が早いんだけどね。OCG の方だとさ、あのネオスフレームネオスウィングマンとかの前にさウェイクアップ来んのよ。でなんかインテーザブレインズとかあの辺は全部来てんだけど、なんかウェイクアップだけなんかハブられててマジでさ、コナミあとバイスマスターとまやかしどこ、バイスマスターとまやかしどこ行った。なんかコナミってなんか忘れてるカード何種類かあるんだよね。だからあのスプライドルが実装してる暇あったらバイスマスターとあのまやかしとあとウェイクアップ要はエレメンタルヒーローを実装してくれっていうのめちゃくちゃ思ったんです。はいちょわけわかんねえんだよな、実装順がなんかカオスすぎる。あまりにもブラックフェザーとかいう最強デッキ来た。ブラックフェザーでこれ盤面でも先行でなんかめっちゃ妨害してくるみたいなことはいないですよね。ドヤ顔でフルアーマード立ててっけどさ、そんなクソ雑魚打点のモンスターはフレームネオスウィングマンの前では無力ということだけ言っても、まあ、出るか知らんけど、やべえ、これランクアップマジックサーチされんじゃん。でもランクアップマジックサーチされても一応シムーン使ってっからあれだよな、闇属性しか出せんみたいな縛りあるよな。フォースストレックス、はい、いいでしょう。まあ、インフィニティは出ないっていうことでよろしいですか。ブラストですね、はい、OK です。はい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 、いいでしょう、それはいい。これあれかな、フルアーマードプラスアルティメットファルコンみたいな、なんか超完全体制2体みたいなそれはそれで設計が強そうだな。まあそれでもネオスフレームネオスウィングマンの前では無力ということは言っておこう。まあいいぞ、どんな盤面作ってきてもいい。なんでかっていうと脳筋で上から殴るだけだからだ。でフォースストリックスからのあレボリューションファルコンね、ああ全然いい全然いい全然いいっすよ、全然いいっす。ランクアップマジックサーチかな、何もないんだ。ラスティーバルディッシュくんなんかあんま仕事しなかったけど、シャドウミストきっちり、これ妨害なしじゃ。盤面盤面弱いな。ファンデッキファンデッキだとしてももうちょい妨害用意してもいいんだぞ。とりあえず一回ね、オネスティネオスがいうガチぶっ壊れモンスター持ってきて、でこれハンド結構強いんでこれ通れば最強です。一旦まあこれ通んなくてもいいよ別に、なんならああオッケーオッケー、これ通んなくてもなんならいいやつね。これ手札に余裕ありすぎてイービルヒーローまで立つ説ある。フルアーマードどうぞ。ああうるさいね、くさびカウンターマジうるさいな、くさびカウンターうるせえ。あモンスターが特殊召喚されたら必ずくさびカウンター乗せるみたいな効果あるんですよね、フルアーマードくん。まああの帰ってきたターンだったらそのくさびカウンター乗ってるやつパクれるみたいな効果あるんですけど、マジでね、あのね毎回置いてくるからめっちゃうるさいどうして俺に気持ちよくデュエルさせねえんだ。さあシャドウミストの効果を発動するぜ。ファリスのコストシャドウミストも強いですし、ファリスのコストディアボリックも強いですし、何でも強い。そしてなんかエレメンタルヒーローネオスという意味不明なモンスターを持ってくるぜ。これが俺の魂のカード。さあフルアーマードの効果によってファリスにカウンターが置かれ、さらにインクリースのモンスター効果を発動。インクリースのモンスター効果によりファリスをリリースし自身を特殊召喚、さらに特殊召喚に成功した場合ビジョンヒーロー1体をデッキから特殊召喚できる。現れろビジョンヒーローバイオン。ここはちょっとエドフェニックスの力借りないとさすがに弱いんで、エイドフェニックス君の力を借り、そしてビジョンヒーローバイオンのモンスター効果を発動。墓地にディアボリック害を送り、
エクサビカウンターが置かれる。いいだろう。そしてビジョンヒーローバイオンのモンスター効果、自分の墓地のヒーローモンスター1体をゲームから除外し、デッキより融合魔法カードを1枚の手札に加える。さらにヒーローモンスター2体をリンクワーカーにセット、サーキットコンバイン現れろ、エクストラヒーロークロスガイ、リンク召喚成功時効果発動、自分の墓地のディアボリックガイを蘇生し、さらに、はい、クロスガイのモンスター効果を発動、ディアボリックガイをリリースし、デッキから好きなヒーローモンスター1体を手札に加えることができる。エレメンタルヒーロースピリットオブネオソーサーチ、さらに自分の墓地に存在するディアボリックガイのモンスター効果を発動、ディアボリックガイのモンスター効果によりこのカードをゲームから除外し、アナザーディアボリックを特殊召喚、さらにディアボリックガイとクロスガイをリンクワーカーにセット、サーキットコンバイン現れろ、誰やねんヒーロー誰やねんヒーロー、エクストラヒーローヘルデバイサー、ヘルデバイサーのモンスター効果を発動、エクストラデッキのフレームウィングマンを見せその融合素材をデッキからサーチ、ツアー手札増えすぎー手札増えすぎー、さらにエクストラヒーローヘルデバイサーとエアーマンでリンク召喚、あらあらろ、エクストラヒーローワンダードライバー、そしてここで満を持して手札でマジックカード融合を発動、融合の効果により自分の手札のエレメンタルヒーローフェザーマンとバーストレディを融合召喚、あらあらろ、これが俺のマイフェイバリットモンスターエレメンタルヒーローフレームウィングマン、さらにワンダードライバーの効果により融合をもう一度再セット、そして融合発動、融合の効果により属性の異なるヒーローモンスター2体の魂を使い融合召喚、これ水属性含むんで普通にアブソルートも普通に出ます、別にアブソルートも出るんですけども、まアブソルートはしないです今回は。サンライザーのモンスター効果、チェーン1をこっちで、チェーン2サンライザーの効果、サンライザーの効果によりミラクルフュージョンをサーチ、ディキットマンの効果により2枚ドロー1枚して、うわー最強、あうるさいうるさいうるさい、フルアーマードマジうるさい、フルルル、あはい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 、あいりませんねちょっと君たち今君たちね お呼びじゃない。そして手札でマジックカードミラクルフュージョンを発動、ミラクルフュージョンの効果により自分の墓地で存在するエレメンタルヒーローネオスの魂とフィールドのフレームウィングの魂をゲームから除外し、これが俺の究極のマイフェイバリットモンスターだぜ、現れろエレメンタルヒーローシャイニングネオスウィングマン、かっけ6900エレメンタルヒーローシャイニングネオスウィングマンのモンスター効果、融合召喚に成功した場合相手のフィールド上のオン、カードをなんかフィールドの属性の種類の数だけ破壊できる、まあ、ちなみに破壊戦機ってもこれ殴ったら勝ちだけどねこれゼフィロス先剥がしとくか。これちなみに一応、光と闇しかいないんで今一応ですけど、2枚破壊できますね、はい、そしてバトルフェイズだ、いくぞエレメンタルヒーローシャイニングネオスウィングマンの攻撃、フェイバリットフレイムシュート、ダメしていいですか、エレメンタルヒーローオネシネオス発動、うおーおらー、これがネオスデッキのパワーだ、ガチャ楽しいディルだったぜ。オッケー、増殖する G 通ってくれたら熱い、非常に。あと対戦相手の名前このデュエリストっていう名前にできるようになったのめちゃくちゃありがてえわこれマジで。毎回毎回さ、いつもさ、名前、対戦相手の名前ね、編集で隠してたんですよ。一応、これ、デュエルストっていう名前に全部統一できるんだったらめっちゃでかい。編集の手間1個減ったわ。マジ神。神アップで。これ実況者しか思ってないけど、これ実況者、もうほぼ実況者しか思ってないけど、デュエルストっていう名前にできるようになったら。で、増殖する G を発動。これマジで、これ通してくんないときつい。まあ、でも言うてフュージョンですやんから、意外となんとかあるか。はい、お心づくしい、はい、チェイムですね、いいでしょう、で通った、増殖する時通ってくれたらまあ
割とまあそこそこ安心して見ておけるかなと思うんですけども、まあ、ちなみにあの今回やりたいこと詰め込みまくった結果、あの芝刈らないくせにデッキ60枚って意味不明な枚数になってるんで、誘発引き込む確率は結構低いんですよ。禁じられた人地図が一応3枚入ってるんですけど、高校用デッキなんで60分の3なんでね、まあなかなか引けないっていう説はある。あーそんな感じか。天球一体だといけんじゃん、なんか全然なんとかなりそう。あーエンゲージネオスペースきすぎだね。エンゲージネオスペース強いんだけど弱いんだよな、リンクできないから。エレメンタルヒーローエマージェンシーコールを発動、非常にいいカードですね。はい、いいなんでね、非常にいいカードで、エレメンタルヒーローエアーマンをサーチし、これエアーマン通んなかったら結構きついな。エアーマン通んないとちょっとめんどくさい。普通にエアーマン効果発動法よって言われて、普通にフュージョンデスにビートになる。これフューデスビートになってしまう。ファリス OK、 フォレス、一応ファリスディアボはできるっぽいわ。いやどこまで行ってもね、どんだけあのエレメンタルヒーローで頑張ったところで、このねファリスっていうモンスターは入れないと、ちょ展開力があまりにも低いから勝てないんでね、このビジョンヒーローの採用だけは許してほしい。あの重大軸ヒーローと触れ回ってね、一応このデッキ使ってるんですけど、さすがにここはないとね、やっぱこのモンスターが盤面に並びながら3面展開しながら、あの融合サーチして、しかもシャドウミストとかも墓地をくれるってめっちゃ強いんですよ。これはねないとね、さすがにねサーチやらなんやらがねあの足りないんでね、ここのビジョンヒーロー採用は許してほしい。ビジョンヒーローはエドフェニックスじゃねえかっていう話はあるけども、ちょっとこれやれることあまりにも多いからね、これすごいから、このデッキマジでもうどうやって展開していいか分かんないぐらい、あの今やることあるからね、このハンドだと。これはアダスターゴールドでいいかな。アダスターゴールド持ってくる。アダスターゴールドであの天気の聖国院とかいうやつ踏みに行こう。ビジョンヒーローバイオンのモンスター効果、ゲームからヒーローを除外することによって融合魔法をサーチ、まあ、ちなみにこれ止められても以上融合あるんで大丈夫ですね。はい、結構ねあのバイオンの効果止めてくる人結構いるからね。ヒーローって意外と融合をサーチできないと結構きついので、さあアダスターゴールドのモンスター効果、ダークコーリングを手札に加えていく。そして、まあ、一旦ちょっと使ってほしいんで、天球とかいうモンスター、ちょっと、一回ダークコーリング打ちまーす。覇王化します。一瞬の覇王化。さあ、AB ヒーロー、アダスターゴールドと、ファリスの魂をゲームから始まりし、あらあらイービルヒーロー、マリシャス・ベイン、この世を支配するのは悪の力。この世を支配してるのは完全に悪の力なのだよ。天気の聖国院効果いいだろう。天気の聖国院の効果によって何が出てくる。あ、バイオンはいい。バイオンはいいだろう。で、はい。で、なんかドラゴン族出してくるのね。アルバスの楽園。あ。待って、その動き強い。あ、その動き強いだ。その動き強くね？その動き強くね？いやーその動き強えその動き強っ。ちょ待ってやばいこと起きた。やばいこと起きた、マジでやばいこと起きた。ちょっとでもさすがにクロスガイか、クロスガイ特殊召喚して、でもこれ止められるようであればもうしょうがないから、フュージョンデスティニービートするしかないんだけど、さあエクストラヒーロークロスガイの効果を発動。デスティニーヒーローディアボリックガイを墓地から特殊召喚。ちなみにもうリンクモンスター展開しちゃったから、エンゲージネオスペース使えないんで、止められないですね。クロスガイの効果を発動。クロスガイの効果によるディアボリックガイをリリースし、ヒーローモンスターをサーチ。これ一回踏みに行かないと死ぬよな。これ一回、アブソルートゼロとかいう最強モンスターで、相手の、盤面しょってからじゃないと多分これ無理だから、一回ディアボリックガイの効果を発動。ディアボリックガイの効果によりディアボリックガイを特殊召喚、そしてヒーローモンスターの魂を2体リンクマーカーにセット。サーキットコンバイン現れろ、エクストラヒーローワンダードライバー、そして手札にマジックカード融合発動。融合の効果により属性が異なる
2体のモンスターで融合召喚、リキッドマンとバイオンで融合、あらあらろエレメンタルヒーローサンライザー、さらにワンダードライバーの効果により融合再セット、さらにリキッドマンの効果、そしてサンライザーの効果、サンライザーの効果によりデッキからミラクルフュージョンを回収することができる。ミラジードいいだろう。オッケー、いいでしょう。ここで使ってくれるのありがたい。まあ、一応フュージョンデスティニー打つところまで行かないと踏めないかなと思ってたけど意外といけそう。そこで使ってくれたらでかい。オッケー、強そう。あ、強そう、めちゃめちゃに強そう。で融合を再セット、そして EN ウェーブを発動、さらにマジックカードミラクルフュージョンを発動、ミラクルフュージョンの効果により水属性モンスターとヒーローモンスターの魂をゲームから除外し、現れろエレメンタルヒーローアブソルートゼロ、絶対レイド。そして EN ウェーブの効果によりヒーローモンスターが融合スタイダーにゲームから除外された場合、デッキからエレメンタルヒーローネオスを特殊召喚。やべ、時間ね。そしてアブソルトゼロとエクストラヒーローワンダードライバーでリンク召喚、エクストラヒーローヘルデバイサー、ヘルデバイサーの効果を発動、アブソルトゼロの効果により相手のフィールドを全部っ破しながらヒーローの素材を持ってこれる。ちょっと待って、10台時間ない。あ、これネオスクリューが出よかったな、ここ融合持ち番じゃん。いや、これミスったら、ちょっと待って、時間ない、やばい、50秒しかない、マジで、大丈夫これ、間に合うかな。さあ、アブソルトゼロの効果により、絶対レードで相手のカードを破壊、そして、ミラジートの効果は一応全部っ破する効果があるから、一度発動される、いいだろう。そして、インスタントコンタクトを発動、インスタントコンタクトの効果により、エレメンタルヒーロー、フレームウィングマンを特殊召喚。いや、これ絶対、このネオスクルーガーでよかった。まあ、いいや。伏せだった。融合発動。これが、俺の、マイ、フェイバリット、モンスターだぜ。あらあらろ。エレメンタルヒーロー、シャイニングネオスウィングワン。シャイニングネオスウィングワンの融合召喚成功時効果。フィールド上の属性の種類の数だけ、相手のカードを破壊する。うわー、あーめんバカめんどくバカめんどくせバカめんどくせの破壊した。やべえ、これ破壊しないが正解か。これ確かにドラゴンメイドはそれあるもんな。バカめんどくせえの破壊しちゃった。うさー、いや大丈夫だ、フュージョンデスティニーがある。俺たちにはまだフュージョンデスティニーがある。フュージョンデスティニーの効果を発動、フュージョンデスティニーの効果によりデッキよりディライアルガイト、スプリットオブネオトの魂を墓地送り、あらあらデスティニーヒーローデストロイフェリックスカイ効果発動。うわー、これで盤面整理だ。ボケバトルフェイス、いけシャイニングフレイムシュート、あぶねー。対戦ありがとうございました。ガチでこのデッキ時間足りん。あー、ハンドはまあそこそこだな。あのクソモグラビートするセットあるけど、結構クソモグラで相手の妨害を踏んでからのヒーローアライブっていう最強のムーブで一応できるんでね。アバスタゴロもいるしね、悪くはない。あー、ちょっとヒーローが欲しいかな、ハンドに1枚。やべ、遊戯さんじゃん、遊戯さんじゃないですか。出た遊戯さん、熱い主人公対決ですね。これ世代を超えた、これ世代を超えた戦いじゃん。これ超融合時を超えた絆来た。あー、オッケー、サルベーションいいよ。さあ、ここからの展開はなかなか強そうな展開ですが、これ全部っぱがめっちゃきついっすね。あ、デストルド、あ、なるほど。そうこのモンスター相性いいんすよね、めっちゃ。ドラゴン族だし、そもそもこのデストルド自体が。だから、あの竜騎士ブラックマンシャンを普通に融合召喚しながら墓地から蘇ってきたりするんで、結構強いんですよこれ。ロットとシンクロ召喚ね。あ、エンシェントメアリア強い。これでランクならできるからね、このデッキ。で、フィールド魔法を持ってく。魔法族の里？
ゆうぎさん、ゆうぎさんちょっとゆうぎさん、ゆうぎさん、それはあかん、それはあかん、ちょ、ゆうぎさん、ゆうぎさん、ヒーローデッキ融合使わないと厳しいんですけど、ちょ、ゆうぎさん、ゆうぎさんちょっとゆうぎさん待って、ゆうぎさんゆうぎさん、ゆうぎさん、ゆうぎさん、それがあなたのやり方ですか。自分だけ魔法使っといてこっちは魔法使わせないっていう、それがあなたのやり方ですか。恥を知れアテム